はい、はい、一番最後の練習です。はい、はい、というわけで、本番が2日後3日後そんぐらいなんですけど、はい、今日も集中して頑張ります。はい、頑張ってください。私の髪の毛の部分が。
由時間大河原店でジェノレラ TV トークイベント開催決定。イエーイ。この間動画で出したカラオケ店だよね。うん、キッズプールがあってボールプールが楽しかったね。キッズプールキッズプールじゃなかったと思うんですけど。キッズプールって言ってたよ。キッズルーム。キッズルームキッズルームがあってボールプールも楽しかったね。ね。ジェノレラ TV のトークイベントなんてさ、珍しくない？うん。初めての試みだね。午後からはジェノレラ TV 紅白歌合戦もあるみたいだよね。完全予約制だから皆さん大河原店に予約お願いします。連絡先は概要欄を見てください。11月12日は自由時間大河原店に遊びに来てね。待ってるよ待ってるよ。